こんにちは。気になる男シリーズをご覧の皆様、そしてタカさん、お疲れ様です。今回の気になる男シリーズは、私のね、夢が詰まった、通称オタク部屋からお届けしようと思います。まあ、どうですか一部しか見えてないと思いますけども、本棚に古本と、それからですね、CD、DVD の数々が埋め込まれてます。カセットテープもあります。カセットテープ、今では聞かないと思いますけども、私が小中学生の頃、 主なメディアってカセットテープだったんですよカセットテープで歌を聴きカセットテープで録音をしてカセットテープでラジオを聴いてカセットテープからプロのミュージシャンのいわゆる今で言うと CD アルバムですよねカセットテープアルバムだったんですよ当時は。でアニメのねなんかね音楽集もカセットテープで出てきてましたんで頭出しってのはねほんと少しずつこうやってね早送りしてやったもんですよ。 それからカセットテープってなんかね音がね擦り切れるんですよね本当に今は CD とかになって擦り切れるってことはないと思いますけどもカセットテープってヘッドっていうものとこ擦れて音が出ますんでねだから雑音も入りやすいし聞きすぎるとテープがヘッダーに巻きついてそれで壊れて新しいカセットテープをまた買うってことにもなるわけなんですよですんで結構不自由でしたねその不自由な中から今のテクノロジー CD とかね、非接触型のメディアっていうのが生まれたのかなと。しまいにはあれでしょ ?iPod とかみたいな夢のデバイスが生まれたわけでしょで、一つの iPod の中に5000曲を持ち歩けるみたいなね。とんでもない時代が来たなと思いましたよね。じゃあちょっとね、私のこのオタク部屋を少しずつ紹介しながら、挑戦とはどういうことなのかってことを考えていただきたいと思います。特に私は YouTube で生きを立ててますから、YouTube に様々な切り口を持って、いわゆる アプローチというと挑戦をしてるんですよね。で、中にはどんなものがあるかっていうとね、ちょっと動いてみましょうか。えっとカメラを外してスタンドから。今、西日が差してきてるんで、こっちがね、東ですね。で、こっち向けると逆光になるはずなんですよ。ほら、西日が差してるでしょ。この窓がちっちゃいんですよ。そこで、これを見てください。私の着ていた、まあ、洋ンってやつです。つまりは、学卵です。私、身長180センチあるんですけども、 この洋卵は裾まで120センチありますね。で、ボタンも当時の昭和感溢れるヤンキーボタンですね。当然裏ボタンもあるわけですよ。ちょっとうまく見せられませんけど、今度は別の機会にちゃんとやっていきましょうか。ね。全国制覇っていうふうなね、文言が入ってます。それからここに鉢巻キがあります。鉢巻き私頭を巻いてね、当時は恥ずかしかったんですけども、やってましたね。で、ここにボンタンですね。ボンタンも今度は履いた姿をお見せしましょうか。 はい。で、これをちょっと、まあ、外すのはちょっと面倒なんで外しませんけども、ここにね、大草原の小さな家シリーズが全巻ありますね。昔 NHK で放送されていたアメリカのホームドラマなんですけども、心温まる。で、この大草原の小さな家で YouTube 検索すると、私の動画が公式、公式以外ではトップに出ます。ずっとです。再生回数も数万回になってると思いますけども、私以外に個人で大草原の小さな家の レビュー動画を出してる人がなんと、いないんですよ。私だけなんですよ。まあ今は出てるかもしれませんけども少なくともね数年前3年ぐらい前に出した時私が独走状態でした。でそれからというものを、これはロングテールなんですよね大草原の小さな絵ってのは私ぐらいの年代が最後の世代で、まあ、検索する人も少ないんですけどもただボリュームゾーン私たちの年代がね 大草原の小さな絵で、YouTube ないかなって検索すると私の動画が出るんですよ。ということは私との接点ができるわけですよね。そっから、私のっか塾に入塾してくださっている方もいるということでございます。はい。ロッキーシリーズもありますね。それから、漫画、サバイバル、宇宙人、UFO 関連、猿の惑星、麻雀、古代文明、士官、黄金峡、エルドラード、ガンダムシリーズ、銀河鉄道39、バックトゥーザフューチャーにマイケル・ジャクソン。 これは何かと言いますと街で見かけるかわいい制服というねいやーね嫌になっちゃいますねこんなのがね私の本棚にあると実はこういうシリーズで YouTube 運営もしているかもしれませんかもしれませんはっきりは言えませんはじめの一歩前巻これは昨年の今頃熟成の相川さんとズーム対談した時をきっかけに 前巻私はね購入して読んだんですよとってもいい内容でした感動しました相川さんのおかげで前巻読むきっかけをいただけたと思ってもいいくらいですでここにはコチカメが全部ありますコチカメ前巻ねこれもコチカメを集めてた人からメルカリで買いました総額2万円相当で風見信吾武田鉄矢男組チョン・ユンファね香港の映画スタンもありますファミコンカセット の声、ね、松本零士35歳を救えつまりよこれね20年ぐらい前の本ですから「ロスジェネを救え」の「ロスジェネ」って言葉がなかった頃の35歳をなんとかしなければ手遅れになるぞというね NHK のドキュメンタリーそして手遅れになりましたしまいには老後破産呼んでますよそして「激ヤバ日本のタブー地帯」ねえもっと危ないこれんですか 世界拷問誌、ね。拷問の方法がいろいろとね、解説されている、もう発売禁止の本でございます。危ないです。と思えば、石原慎太郎、古石原慎太郎諸の天才田中角栄の自伝。石原慎太郎が田中角栄の自伝を書くという時代ですよ。すごいですね。はい。まだまだありますよ。ノンストップ強制、強兵。失礼しました。ノンストップ強兵といえばね、なんでね、これが有名かというと、実は漫画時代有名じゃないんですけども、うざいっていう言葉を初めて、 使った漫画だからなんですよ。それまでうざいっていう言葉はなかったんですよ。なかった。この漫画の中でうざったいなーっていう言葉が出てきて、なんじゃそれはと。誰もがわからなかった。でも漫画読んでいくと、あ、こういう時にうざいって使えばいいんだ。鬱陶しいっていう意味の、ちょっとね、あの、語呂合わせのヤンキー語を無理やり作ろうとして流行らせようとしたんだ、この人は。坂本金一は。そしたら流行った、みたいなところです。つまり漫画からね、ここまで広がる言葉が、 あるんではないかと歴史の証人なわけですよ。そして皆さん、少年ジャンプで、ろくでなしブルースを読んだ人なら、超パクリ漫画、東京バンョーご存知でしょうか <laughs> 前田大尊そっくり。出てくるメンバーもみんな同じです。ストーリーもほぼ一緒です。でも、これはこれで面白い。実はね、これサンデーで連載されてた漫画なんですけども、少年ジャンプの人気ランキングのアンケートをそのまんま再現して、 あのサンデーで再現したらどうなるかって言ったらこれになったらしいんですよ。ね私の10代の頃はもう突っ張りブームでございますよ。ねだからさっきみたいな学ランも私が買うのはしょうがなかったと言えます、まあ。ちなみにですね、スーパードクター K というシリーズも全部あります。マガジンのいわゆるね、あの、医療系漫画の金字塔です。すごいですよ、これもう。クローン人間まで出てきますからね。 すごい、もうとにかくすごい。まあまあね、紹介できないぐらい漫画ありますよ。ほんとに。で、ここに、デアゴスティーニの、マイあの、何、ナイトライダーシリーズ ?110 巻まで集めると、ナイトライダーの8分の1スケールができる、6分の1でしたっけ。そういうのができるんですよ。だから私の YouTube チャンネルには、ナイトライダーの1分の1も出てくるでしょ。私はオーナーですから。だから、ナイトライダーシリーズでも、いわゆるね、視聴者さんとの接点があるということでございます。それから、宇宙戦艦ヤマトのコーナー。ね、ここに。 プラモデルが全部ある。これはね。そして、この貴重な、超合金。これもすごいですよ。リモコンで動くわけですよ。で、ヤマトシリーズは、全部網羅してます。ここに。ありとあらゆるヤマトがあります。多分私以上にね、集めてる人はいないと思います。他にもありますからね、ヤマトがね。で、こちらには、ちょっと見えないと思いますけども、手塚治虫、ブラックジャック全巻マガジンのカメレオン、ね、パラダイス学園、イデオン、 エルガイム、メカドック、バラモンの一族千年女王。うん、他にもなか言い切れないぐらいっぱいあります。そして、こにゃお色気フィギュアがある。なんと、これ YouTube 的に大丈夫なのか。わかりませんけどね。はい、まだまだ行ってみましょうか。いや、これすごいですよ、このコンテンツの数。この漫画。お、やるっけないとこあるな。お、エンジェルがあるな。エッチな漫画。それから、マージャン。 小説。ね。民命諸傍官これもすごいですよ。民命諸傍官大全。ね。男塾をご覧の皆様だったら、惑わされた青春学校にある。民命諸傍官そして宇宙人とどうやって会ったらいいでしょうか。宇宙人が出てきたらどうすればいいんでしょうか。この辺にあると。オカルト。ね。CD もすごいですよ。杉山清隆に、ザンボット3に、ザ・プライベツ、桜井ともなんか知ってるんだか知ってないんだかわかんないのいっぱいあります。なんだこれは。